ガチスロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗はサマイ数のみにより決着する。勝敗により勝ち点を獲得、また設定予想による勝ち点獲得をはじめ、その日の収支によるポイントや獲得枚数に応じたポイントを得ることでも勝ち点を獲得。より熱く激しいバトルが繰り広げられる。各リーグトップとなった者だけが許される決勝戦。優勝するのは一体誰だ。パチスロバトルリーグ。パチスロバトルリーググループ A、 兵庫 VS 水瀬美香の後半戦。まずは前半戦のダイジェストから。すみませんでした、ごめんなさい、私もう5年やってます。まずはホーム側の兵、19番目入場と早い番号であったため、予定通り狙いの蒼天の剣の島へ。おそらく2日間あまり出てないであろうっていう台ですね。で、角から3番目というところです。無事第一候補の台をゲットした兵、導入間もないため解析数値が全くない状態の中、手探りで打ち始める。気持ち悪いよ。ここで日英中段チェリーなんかを引いちゃえば、もうこれはね、いただきみたいな感じですよ。うわー、引いた。これもらったんじゃねえか。開始からおよそ100ゲーム、広角らしきところで中段チェリーを引いた兵、見事初 ART をゲットする。はい、当時 3K 中段チェリーからですね、107ゲームに試合の時、はい、立ってこの初の ART は単発で終了したものの、まずは順調なスタートを切った兵、その後追加投資を強いられるものの、またしても中段チェリーからチャンスを迎える。おレインボー、ボーナスですかね。中段チェリーからボーナス、はい、233ゲーム、追加投資が 4K 白ビッグ、ビッグボーナスをいきました。おお、その後は持ちコインで ART がつながり出す票。 ART、 はい、3連目確定しました。おお、継続確定ですよ。あら、終わっちゃった。この2回目の ART が6連チャンし、約650枚のコインを獲得した兵、このまま波に乗るかと思われたが、あー、これはもう確定だわ。はい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 、だそうです。 ART 突入ですね。その後は ART、ビッグともに持ちコインでつながるものの、連チャンが伸びずに現状維持の状態が続く。まあまあ、とりあえず突入してよかった。お、よーし、おお、中段引いた。終了間際に突入した ART では中段チェリーを2回引き上乗せに期待をするも、あっさりと2連で終了と期待を裏切られてしまった感じで前半戦が終了。トータルでは若干マイナスな状況の票、果たして後半戦では巻き返しを図ることはできるのか。一方、アウェー側の水瀬はなんと遅刻のため入場抽選を受けられずに最後尾の入場となってしまう。あ、どうしよう、これバラエティコーナー行くしかないのかな。主だった機種に飽き台がない中、水瀬が選んだのはバラエティコーナーにあるエヴァ約束の時。コーナーエヴァ3ですけど、お、打ちたいと思います。はい、私今日負けたら、脱落決定戦まっしぐらなので頑張りたいと思います。会員宛てメールによる情報から、バラエティに最高設定が投入されると読んでエヴァを選択した水瀬。すると開始早々にチャンスが訪れる。1本で当たります。はい、21ゲームで、おそらく1万円だと思いますが、投資1000円でキナナビッグを引き当て、続いて75ゲームで再びキナナビッグと絶好のスタートを切った水瀬。こぼしポイントをしちゃったんですよね。で、当たってなかったらこのままコメントせずに放送されないから狙いだったんですけど。
その後も深くハマることなく、ピックの連打で持ちコインを増やしていく水瀬。開始1時間余りで1000枚オーバーのコインを獲得。通常時ビッグ中ともに子役確率も良好と、見事高設定をゲットしたのかと思われたが、よし、通常時子役の合算確率は 6.4 分の1っていうことは良くないですね、これね。エンチャンを重ねるごとに子役の数値が落ちてきたことから、この台を低設定と見切った水瀬、約1500枚のコインを持ってこの台をやめることに。ミドル確率は6上回っちゃってるんで、ちょっと打ってみましょうか。狙える空き台の少ないホール状況の中、ミドルボーナスの確率が良い桃太郎電鉄を2台目として選択した水瀬。投資8000円で引いた初ボーナスを消化し終えたところで前半戦が終了。前半戦では大きくプラスで折り返した水瀬、果たしてこのまま逃げ切ることはできるのか。今回撮影に協力していただいたグランドピーステーションは、八王子インターチェンジ国道16号線沿い、パチンコ432台、スロット270台、駐車場560台完備の大型店。当店看板イベント、毎月3のつく日開催グランドマックス、毎月9のつく日開催究極の日など、連日イベント開催中。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。こんにちは、バスロフィッシュオーバーの氷です。こんにちは、水瀬美香です。はい、グループ A 第4戦の後半戦がこれから始まります。始まります。もう、まあ、前半戦どんなでした？どんなでしたって、まず、まあまあ遅刻ね、遅刻ね、遅刻ね、申し訳ございません。まあまあ、もうみんな許してます、大丈夫ですよ。まあ、遅刻して台を選ぶことすらあまりできずに、まあまあでもプラスでとりあえず前半は1000枚ぐらいプラスで終えてるので、ね、まあ、このままキープしつつ勝ちにつなげたいなと。はい、はい、まあ、僕はあの蒼天の方ね、今をときめくニューマシンの、そうですよ、蒼天のケンさんをね来てるんですが、ケンさんどうもご機嫌麗しくなって、やっぱりあの黒いもの引かないとご機嫌よくならないんで、そうですね、ART が連チャンすればよかったんですけどね。今 ART が終わった状態でコインが200枚、投資が 7K、 マイナス100枚ぐらいの状況なので、で、まあ、これからね戻って大 A またちょっと見て回って、 そうですね、それでいいのがあればそっちに行くかもしれないし、はい、まだちょっと未練があるかもしれないし、やつがいる、うん、大和さんが待ってるかもしれないですしただね、前回の僕の牛尾さんと僕の大和戦を見た人はね、多分ねやめとけってみんな思ったあ、大和やった、やってね、おー、相当苦しい絵をね皆さんにお届けしたので、ただもしかしたら行くかもしれないです。それでは朝から波乱続きの、はい、第4戦ですから、まあ、これからどんな波乱がまた起きるのかもわからないですからね、はい、この辺を楽しみに。それでは早速実戦に行ってみましょう。はい、はい、それでは後半戦スタートしたいと思います。前半戦は大きくプラスで折り返した水瀬だが、2台目の桃鉄の手応えがあまり芳しくない状態だけに、若干不安を抱えながら後半戦をスタート。ヤマトの角台がどうやら6っぽいです。6ないし5、6、うーん、そうかそうか、ヤマトに移動しちゃおっかな。前回あれだけ苦しい思いをさせられたヤマトに行くってのはやっぱりそれだけね勇気がいるわけで、北斗はどうなのかって言ったらね、北斗の島出てないんですよね。で、あのヤマトの島なんですけども、外見から分かるのはレギュラー確率、レギュラーの出現率に差があるわけなんですけども、どの台もレギュラーがすごいついてるんですよ。まあ、これはちょっと悪いですけど、まあ、でもまあそんなでもない、非常にレギュラー確率がいい。もしなんか前代系のなんか
そういうイベント内容がそういう前代の代、前代何本以上の代もあるよみたいなのも書いてあったんですけども、もしそういう使命があるんだとしたらヤマトの可能性は今ちょっと高まってるんじゃないかなと思うんですよ。宇宙戦艦ヤマトの島が気にかかるヒョウ。しかしここで思わぬ台が目に入る。若干良さげな青丼がありますけども、これは青丼いいですな。青丼で様子見るか。じゃあとりあえずこっちに移動して、でこっからヤマトの島も眺めてですね、それでちょっと様子を見てみましょうかね。はい、そうしましょう。イスカンダルへ行くにはまだ早い。イスカンダルはあれですよ、地獄の3丁目ですからね。コインが200枚あるんで、ここは大移動 OK なので、このまま青丼に移動したいと思います。持ちコイン移動します。ひょんなことから発見した青丼に移動を試みるヒョウ。果たしてこの移動の結末は。はい、それでは打っていきたいと思います。ああ、クラシックモードにしなくて。久々に打つな。一方、後半開始後約100ゲームが経過したところという水瀬だが、ベルが10分の1ですね。回んな。ちょっと他の台見に行きたいと思います。あ、メゾンになんか札が刺さってますね。うわー、本気で打つ台が見つからない。うーわー、参ったな。これマジハロでも打っちゃおうかな。これもね、看板難しいでしょうからね。そしてホールを何周かしていると、悪魔城ドラキュラに空き台を発見する水瀬。わあ、さすが悪魔城っていう確率してる。350ゲームほど回して、ベルが35回ですね。通常時のベル確率が悪いこともあり、桃鉄を諦めた水瀬。先ほど見つけた悪魔城ドラキュラへと移動を試みる。私このパネルプライベートで打つの初めてなので、ちょっとこのパネルは良かったんです。十字架は4個で13なんで、期待値プラスの4個ではないですけどもね、打っていきたいと思います。はい、久々に悪魔城ドラキュラを打つ水瀬。相性の良さを生かし、見せ場を作り上げることはできるのか。なんか綺麗だな、やっぱりパネルが新しいから。一方、こちらは青丼へと移動したヒョウ。平和だな。青丼が打てるとは思わなかったもんな。つうか俺ちゃんとカウントしてる。しかしまあ随分ビッグ連打してますな。俺は結構なコインを持って帰ったんじゃないかな。なんとかあれですね、蒼天の剣から持ってきたコインでボーナスを引きたいところですね。今なんか僕ボケーっとして打ったら、ね、綺麗だなと。リーチ目ですからね、ぼんやりしてちゃダメ。レギュラーでした、レギュラーでした。1371ゲーム、打ち始めから60ゲームでレギュラー行きました。今日レギュラーながら持ちコインでボーナスをゲット。いやー、今のはビッグが良かったな。
まあまあ早い当たりでしたからね。よしとしましょう。まあ前半戦のね、あの争点さんに比べたらだいぶ今地味な絵になってると思いますけど、僕的には別に今ものすごいテンション上がってるんですけどね。楽しいですよクラシックモード。なんか大和の島一人しかいなくなりましたね。全体がいいってわけじゃないのかもしれない。まあこれでね無理に大和に行かなくて済んだのでちょっと安心してますけど、やっぱ怖いもんなこの間一日ね。あった打ったじゃないですか僕。悪い台とかそういうことじゃなくてね、やっぱまあオカルトの話なんですけどね、相性が悪いんですよ本当に。未だに一勝もしてませんからね。次はどんなリーチ目が見れるのかな。早々に山のね小山が見え、氷の小山が見えましたからね。あ遅れたらどこ狙おうかな。ドン頭かな、一番上のドンちゃんを下段に押すかな。氷の逆 L とか見たいもんな。みんなも見たいでしょ。早く遅れないかな。チャンスね。おお、ちょい暑いですね。お、子役3連続復活しないんだ。おお来た。期待度40だったかな。お願いします。ただこれちょっと寒いですけど、リプレイ揃ってね。おおおおまあまあまあまだ分かりません。当たりました。よかった。ビッグで。強水から当たりましたね。うわ。まあまあまあ。水瀬もヒョウと同じくレギュラー。しかし投資2000円と早い当たりをゲット。ただ十字架4個だからな。頑張ろう。あーやっぱ4個か。そうよね。行きます。おーし、水瀬チャンスゾーン0ゲームを引き当て、ベッドで ART が発動。これが続いてくれるとありがたいんだけどな。もうちょっと早かったら合格だったんですけどね。そっか。ヴァンパイアニードルでお願いします。うわ、大丈夫大丈夫、セーフ。避ける避ける。
からタイミングが遅かったか早かったかもうわからない。私に2度の敗北はない。ある、あー2連ですよ。初 ART が2連チャンで終わってしまった水瀬だが、その ART 後のチャンスゾーンで粘りを見せる。うわカメラマンさん何だと思います、何色が好きですか。赤、ええこれ当たっちゃったパターンもしかして。あのカメラマンさんに選んでもらわなくてもボーナス当たってました。すみません、ありがとうございます。久々にこのビッグチューの曲聴きましたけど、やっぱりいいですね。今年初めて打ちましたクマゾン。まずベッドは選ばれてないと思います。やったー選ばれてないとか言って選ばれましたね。ラッキーだなー。よしこけたらダメよ。わあこれはやばい。水瀬最初の ART はボーナスを挟んで5連チャン、約360枚の獲得で終了。まあひとまずね、今回は後半、まあ、美香ちゃんに勝つのもそうなんですけど、プラス収支で2点もらいたいんですよね。勝ち点2点を取りたいので、まあ、青ドンなんていうのはビッグ1回引いちゃえばね、300万以上のコイン取れるわけでしょ。で投資が 7K だから、そうですね、もう下皿がちょっといっぱいになったらそれで僕の今日の最低条件はクリアなんですよね。そういう意味では結構気楽に今打ってるんですけど、どうかこれがねあまり裏切られないように早めにビッグをなんかババッと引いてね、なんか1箱ぐらいちょっと上に置いてさ、皿盛りのちょっと優雅なね午後を過ごしたいですよ。しかしまあやっぱ花火ってのはなんだろうね、配列がいいよな。左リールは別にそんなにね、普通っちゃ普通なんですけども、右リールの配列がね完璧なんですよやっぱ。まあ欲を言えば右リールにチェリーリプチェリーがあったらよかったかな。1個崩したら配列全部崩れちゃうからな。さて追加投資です。真ん中にドンちゃんが来たらリーチ目ですよ。来ないね、めったに出ないんだあの目は。おっくれたよ。やーてドンちゃんの頭を下段にしますか。このがっかり感たらないもんな。まだ340ゲームぐらいしか回してないですけど、通常時のベル確率はなかなかというか6の数値より上ですね。かなりいいペースで引いてますよ。さあ投資がちょうど 10K というところで、またコイン飲まれちゃうかな。もう 10K 以上入れたくないんだよな今日は。頼むよ青丼くん、結構ね第4戦はね大事な試合なんだよ。ここでね勝っておくとすごく、次の僕の戦いだから6戦か第6戦がね楽な展開になるんだよね。
4点欲しいんですよ。遅れた。ここで答えてくれたかどうかですよね。そういう勝負時は3連をしましょう。わかんねえ。多分こぼしましたねチェリーね。答える気はないぞと、まだだぞと。こんなね、まあまあ適当な感じで出てますけど、優勝を狙ってないわけじゃないんですよ。僕はもう2連勝して前シーズンだって優勝する気満々だったんですからね。えだって僕あれですよ、前シーズン始まる前7万ぐらいする、7万8万ぐらい、するフランスベッドをね買ったんですよ。それなんで買ったかって言ったら、もう優勝するもんだと思ってたから、優勝賞金でもう前借りする気持ちでフランスベッド買ったんです。それがどうですか、最下位決定戦行っちゃって、ベッドの代金はもうなんか自腹ですよ。まあ普通みんな自腹なんだけどさ、計画が崩れちゃってますからね、今シーズンで取り返さなきゃいけないんですよ。まあ今のところね、牛尾さんに食らいついてますからね、6ポイント、牛尾さん7ポイントね。まあここはね、最低でもというか2ポイント取るか4ポイント取るかっていうね、っていうとこなんです。今日初の氷です。あーまだ分からん。あダメだ、15K ですか。投資どちらかでお願いします。よし、当たっててください。あーまたアイザック、リプレイ。これで当たってないとか、ですよね。当たってました。おお、また赤化けですね。おお、また強水か。赤なのか。
水瀬連チャンでボーナスをゲット。しかしここは ART 突入はできず。あーウルトラマン打ちてえな、なんかないんだよなここ。そんなこんなでもう投手は20系目です。総投手がですね20系目で、この台は13系入れております。いや引けないね。これもあれじゃない、天井行くんじゃないですか。いやこれは素直にイスカンダルへ向かっておけばよかったかな。お、なんかドンちゃん狙いたくなるような感じですね。狙っちゃおうか。はい、まずドンビック否定してさ、氷取りこぼし確定じゃん。あーもう完全に僕が悪いんですよね。他に誰も悪い。今日はあまり噛み合わないですな。そしてハマリは700ゲームを超え、そして800ゲームへ。ああそうか天井1000だと勘違いしてた。800か。はい、天井に突入しました。総投手が24系ですね。この台では17K 入れております。正直ちょっと寝そうでした。いや自力で天井まで行くとは思わなかったな。てっきり高設定のつもりで座ってましたからね。そしてハマリは1000ゲームに到達。本当はありますよね、こういう自分が座るまでは6以上の確率で出てた台が自分が座った途端に全く当たらなくなる。よくあることですが、まさかテレビの撮影中に食らうとは。さっさとビッグ引いてね、他の台にで何とかせんと後半戦終わってしまうんだけど。まあでもこれやめんのはボーナスしてるのと同じことだからな。このままなんか楽しくなってきた。どこまでハマんだろう。あれ、あリプレイね、びっくりした。だからもうそろそろあの解放してほしいんですよね僕を。いつまでももうもういい、分かったから。今あれだな、1だな。分かった分かった、解放してください。僕ちょっとイスカンダル行かなきゃいけないんで、これから。当たったかな。当たりましたね。ビッグであってほしい。最悪の事態が起こりました。レギュラーを引いてしまいました。うわーきついなー、天井まで行ってまたレギュラー。なるほどなるほど、厳しいですね世の中ってやつは。あ、やべえ、間違った。
はい、ひどい目に遭いました、ね、打ち始めてレギュラー2回でも1400ゲームぐらい回してます。で、ベル角は悪いです。一応大きく下回ってます。とりあえずあれですね、ミカちゃんの様子を見に行って、でなんかいい爆裂機を見つけましょう。なんとかしてくれそうな、どうしようかな。残り2時間ないぐらいですからね。プラスをプラスに持ってきましょう。まず目指すはプラス、プラス収支。リベンジすべく大探しするヒョウに対し、水瀬の方は、おお、足、キャンドルラッシュの期待度どんなもんだったかな。 40% そんななかったっけ、忘れちゃったけど、いいですよねこれ。成立薬によりますけど、中段追加が一枚薬がいい。あら、ギロチンスタート、あら、お、ラルフカットイン、よしリプレイ、もう一回カットイン出る、あれもう当たっちゃった当たっちゃった赤なら下段まで滑ってた。さっきから中強水化全部赤化けですね。十字架が3つだったんですけど、並び的にニコニコか4ならじゃないかと思いますね。実は5個だったっていうパターンかもしれない。違う、3個だわ。いや、おお、また3個で入った。またしてもゼロゲームが選択された水瀬。やはりこれも相性の良さのなせる技なのか。2ドル、さっき2ドルに負けたからな。やめて、避けて、あら、またおー、よかった。よし、ドルは避けよう。ああ、まずい。よし。おい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 。順調に ART を継続させていく水瀬。これで7連を超え8連目へと突入。おお、この形止まるんだっけ、今日一枚役って下段に止まった気がするんですけど、いい詰めかな。水瀬 ART 中のビッグをゲットし、一気に出玉を増やす。あとはこのビッグ後にも ART に突入させることができればビッグウェーブ到来と言えるのだが、どこだ、頼みます、入ってください、ベッドで。うわー、まずこれは危ないです。これベッドで入んなかったってことは20ゲームが選ばれてる可能性が高いので、ただ1回だけチェリーナビは出ますんでね、1回しかチェリーを引かなければ
入りますから頑張れ。あー来た、もうやめたくなったまた、うわーきつひどいなー、あーショック分ぐらいか。あれハマったら絶対やめない台なんで。水瀬終了まで1時間以上あったものの、トータル収支がプラスなこともあり、安全策を取り実戦終了。はい、ということで、下皿が全て飲まれてしまいました。でですね、今10時間4個なんですけど、まあ期待値プラスでない並びなんで、まあやめても全然大丈夫な状態なんですね。でこの先ハマり続けて、まあ、天井行っちゃったらもう絶対やめれないし、もう一個十字架が溜まってしまったらもうまずやめれないくなってしまうんで、まあ時間考えるとあと1時間半がリミットなので、まあハマってる間にあのおしまいっていうパターンがありえるんで、とりあえずまあこの台はやめて、まあ打つんであっても、まあ、ノーマル A タイプあたりで、ね、いいのがあれば狙ってみようかなと思います。ということでこれは流しますを台探しを続けるヒョウの方は、ART の初当たりがよう当たってるんですよね。ちょっと置いてみましょうかね。もう何でもいいんですよ、もうね、涙目ですからね僕ね。それかもう好きなピカゴロウで、遊んでるかですね。あーこのピカゴロウいいな、出てる、ボーナス引いてらっしゃる。あれレギュラー確率6の数値だった。こっち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 ごめんねスパイガール、またね。さあ、大好きなところに帰ってきましたね。朝から来てればよかったんですよ。朝からあっちのピカゴロとかね来ればよかったんですけど、レギュラー確率が高設定の数値です。なので打ちます。ただもう追加投資はしません。このコインで遊べるだけ遊んで、まあ後半戦時間いっぱいまで遊びたいと思います。まあこの間、あれは前シーズンの最下位決定戦ですか、あれぐらいの勢いでボーナスが引ければね、逆転劇も起こるかもしれませんけど、そんなに奇跡は起きませんよきっと。投資が 25K なのかな、ちょうどね。だから1250枚出せばチャラという感じです。だから今から1000枚増やせばいいみたいなね。1000枚増やせばプラマイゼロ、1000枚って。これだと、
ハズレは子役はボーナスみたいなね感じなので、お、スポン、スポンチャンス、スポンは同時当選期待度が 25% ぐらいあるので、まあ、それの期待感を持たせる演出です。ダメ、完全告知機ですから、ピカゴロウさんはね、当たったらここがバーって光ります。ダメね、この時点で、子役外れ目になりますから、子役外れたらボーナス確定と。これでスッパン以上確定で、もう一個動いたら激アツなんです。チャンス、ね、熱い、だー外れたらね、よかったのにね。おい、ありがとうございますね、ものすこっちに光がこっちに近いとレギュラーで、こっちに近いとビッグなんですね。レギュラーだと言い切られてるような気分です。あれ、あ、今ちょっと俺の押し方悪いな。あ、ビッグだよかった。はい、195ゲーム打ち始めから136ゲームでビッグです。いやいやいや、もう嫌がらせみたいに止まったから、てっきりレギュラーだと思ったんですけどね。よかったよかった。さあこれであと逆転まで1600枚かな、1700枚かな。レンチャンしてください。するのね、レンチャンするので、25% で同時当選します。すいません、変に盛り上げちゃって外れでも出るんです、あれ。真ん中もまあすっぽん揃いですな。まだ1回もこれで当たってないですからね。5回目の正直、おうレバーオンかよ。また出たよ。お願い。あ、はい、181ゲームレギュラーです。遊ばしてくれるのは嬉しいんだけどね。なんとか持ちコインでボーナスがつながるも、ほとんど現状維持が続く票。果たして起死回生の一発はあるのか。お、すっぽん以上まあひとまずすっぽんを揃えて7回目ですよ。そろそろ当たれよ。お、子役が外れればリーチ目です。揃っちゃったよ。
かし、まあもうちょっとスッポン当たってもいいと思うんだけどな。よしさ、危ない危ない、あと50枚ぐらいしかなかった。ちょっと141ゲームピックを行きました。そっかそっか、あそこビター止まりでスッポン外れたってことかな。さあ今日8回目のスッポンチャンス、 25% の同一当選期待と。どこ狙おっかな。ここ、お、ここ。外しますな。ボーナス引くのって難しいな。そしてボーナス後290ゲームを過ぎ、ついにヒョウのコインが底をついてしまう。最後か、最後ですね。これで引かれなかったら、はい、本日の遊戯はこれにて終了となりました。いやーね、まあ不甲斐ない結果でね、持ちコインもなく終わってしまいましたけども、まあ詳しい感じは後で話しますけど、だいぶ今僕やられたかもしれませんよね。結構辛かったですけど、最後ね、カゴローで楽しく打ててよかったです。はい、というわけで僕の後半戦はこれにて終了となります。ありがとうございました。パチンコパチスロ最強データサイト、データロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど、勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何そのテンション。疲れちゃったな。疲れちゃったか。疲れちゃったな。もうなんかね、なんかいろいろあってね、なんかね、だるくなっちゃってね。とりあえず振り返っていきましょう。桃鉄。あれはやめたのかな？すぐやめたんですか？頑張ってみたけど、やっぱり、はい、1000円で20ゲームぐらいしか頑張ってない。やっぱ回らない。感じの出るの落ちなさって、ちょっと心が折れて、まあ、早いんですけど、はい、で悪魔城開かないかなってずっと見て、悪魔城なんか盛り上がったんですね、島で。おうおうおう。でたまたま1台開いて、まあ、打ち始めたらまた低投資で当たりまして、いいですね。はい、そうですね、下皿が飲まれたところで、まあ、時間的にあと1時間半で、あで溜まってる間に終了みたいなパターンもありえるなと思って、まあそうですね、まあ、打つんであれば A タイプに打ろうかなと思って、とりあえずやめたけど、まあ、プラプラしてたけどいいのかなって、うん、そのまま終了しました。はい、まあまあ、美香ちゃん、どうしても今回プラスで、最低でもプラスで終わらなければいけなかったね。守りました。はい、じゃあ、はい、僕の方行きますか。お願いします。あの多分みんなびっくりすると思うんですけど、あの後ですね、一度大和の島に行ったんですね。ただちょっとイスカンダルに行く勇気がどうも湧かなくて、でちょっと引き後ろ向きでこう歩いてたら、たまたまチラッと見た青丼が結構、ビッグ確率が204とかで、レギュラー確率も同じぐらいかな、あ違うか、レギュラー確率は6のちょっと上ぐらいだったんで、あこれいいじゃんって座って打ち始めたんですね。ですぐレギュラーが当たりまして、はい、でその次ですね、天井にそのまま行きまして、はいはい、で天井あんま増えないじゃないですか、そのままね、1400ってなんか、なんだろう、言うたらイスカンダルの向こうみたいな、ありえないところに行き、しかもレギュラーを引いてしまったんです。ありがちなパターンですね。でもうやめますよね。でまあまたちょっとうろうろしようと思ったら、ピカコロのちょっとレギュラー確率がいい台があったので、まあ今日はこれで思い出を作ってやめようと
で、じゃあ、お持ちできましたか、うん、楽しんでね、楽しんで全部飲まれて、やめて、マイナス1110枚って感じだったんで、全然負けます。全然。全然負け。全然負けだし。はい。はい。よかった。もうなんか今日喋り疲れました。で、設定的なもんですけども、はいはい、全くわかりません。はい。まあ、最初の前半の争点もわからないですね。うん、まあ、長いこと打ってる台がお互いないですからね。そうですね。だから予想するまでに至らない感じなんで。そう、そんな感じですね。じゃあ予想せずできません。予想、はい、しない、はい、予想放棄。放棄。じゃあもう僕も予想放棄という形なんで、はい、美香ちゃんがじゃあ4点。4点ですね。プラスと勝利ポイント、はい、というわけで美香ちゃんが総合点が6点ですね。並びました。僕と、今6-6で並んで、はい、で牛尾さんが並んだのでだいぶ混戦という感じに。そうですね、面白いことになりましたけど、これはちょっとね面白いなそうですね、これからの A グループ残りの試合が楽しみな形で第4戦終わったかなという感じですね、はい、うん、はい、それでは A グループ第4戦は皆さん、美香ちゃんの勝利で。ありがとうございます。遅刻したのにそうですね、スクルトカって牛尾さんもそうですけど、ディクスがあるかもしれない、まあね、俺もそうだったしねそういうのがあるんでね、まあ、これから、はい、あと残り2戦となんか分かんないですけど、楽しみにという形で、はい、今週はこれまで。それではまた次週をお楽しみに。さよなら。さよなら噛んじゃった。第4戦結果、最下位決定戦行きのピンチだった水瀬が辛くも勝利しポイントゲット。これでなんとか最終戦へ望みをつなぐ。残り2戦、3人全てにトップも3位もあるという混戦模様のグループへ、果たしてトップ抜けするのは誰なのか。パチスロバトルリーググループ B、 ラッシー VS 嵐。信用に打つつもりは元なかった。バジリスク対しましたね、いきなり。どういうこと。下のリーグを狙う。全然違う。次回もお楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信。 V1 と光の面白いテレビ、毎週木曜配信。魚拓男性の月とすっぽんぽん、すごいやつばっかり。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。